どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さんウクレレ楽しんでますか？はい、ガズレレ YouTube 動画を見たらどんどんね、どんな人でも音楽を弾けるよということでレッスン動画公開してます。初めて見た方、ここからウクレレ楽しくあっという間に弾けますんでやってみてください。今日の動画はですね、このガズレレの中ではちょっと欠かせないリズムの、一つ、16ビートのチャというふうにガズが言っている、そう命名しているあのかっこいいリズムがあるんですけど、それはやっぱりあのガズレレでウクレレで、音楽始めた人がやっぱりね、まあ、難関というかですね、かっこいいんだけど難しいんですよ。で、なかなかここでね、ちょっともうちょっとなんかうまくできないかなという方がやっぱ多いということでございまして、今日は16ビートのチャの、2022年、最新の、研究結果報告というかですね、この動画見てもらったらですね、また16ビートのチャというリズムがですね、皆さん、またもう一皮はこう向けてかっこよくなる、そんな、山盛り情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。これはいい道具になると思います。皆さんお楽しみにしてください。それじゃあちょっと一応確認ですけど、16ビートのチャというリズムってどういうものかというと、基本はですね、8ビートというリズムです。8ビートの上に8ビートのチャというリズムが来て、で、16ビートというリズムが、来て、その上に16ビートのチャが来るという、こうストロークね、ガズレレダーこのリズムの中では最高峰のね、ストロークの、技術だというふうに言ってるんですけれども、これやっぱり、なかなかトライしてる人が多くて、皆さんご存知かと思うんですけど、ガズレレ大学といって、これ YouTube メンバーシッププログラム、今これ YouTube をパソコンで見てる方、画面の下のところにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこのね、そこで参加してくれている、生徒さんたちとのこうやり取りの中でめちゃくちゃいろんなことが分かってきております、最近ね。はい、でこれ1年以上もうね、このガズレレ大学継続していく中で皆さんとのやり取りの中で新たに分かった新事実を、これからどんどん公開していこうと思うんですけど、まずね、今日ね、7個のコンテンツを皆さんに今日ご紹介してい いきたいと思います。16ビートのチャっていうよりはね、こんな感じです。はい、このリズムはやっぱりね、なんていうのかな、洋楽含めも J-POP もそうですけど、まあ、かっこよくて乗れる、いわゆるリズムですよね。このやつをちょっと深めていこうということなんですけど、まず1個目なんですけど、今日どんどんいきますよ。まず16ビートのチャをやるときに、皆さん、こういうカメラの目線でガズンがこうやっていつも弾いてるじゃないですか。こういう風にね。そうすると、この角度しか見たことないと思うんですけど、ちょっと角度を変えてみましょう。はい、そうするとですね、皆さん自分の手と見比べてもらいたいんですけど、ガズさんの角度ってね、こういう感じのイメージなんです。こういう感じのイメージですよ。皆さんもしかして、こうなってないですかっていうのがまず1個目ですね。はい。じゃあ16ビートのチャを弾いてみますよ。ここで C を押さえて。こんな感じ。よく見ていると、うまくいってない人は結構こういう感じになってて、ね、結構肘で弾いちゃってるんですよね。こう。肘で弾くっていうのはこういうことですよ。この肘が動いてるでしょ。で、ガズさんの弾き方だと、この上から見てもらうと分かりやすいんだけど、こういう風になってるんですよね。もう、つまり大げさに言うと、こうじゃなくて、で、こうだとこう弾くしかないじゃないですか。そうすると肘を使わなきゃいけない。だけど、こうすると、ここが使えるわけですね、つまりは。ちょっとここに距離があるというかですね、これ平らにならない。これがまず1個目のキーワードです。OK ですね。これがまず1個目ですよ。ここになんとなくこう、ふんわりした、空間を作る。これが1個目の、キーポイントになります。はい。どんどんいきます。深いですよ。はい。次はですね、肘のこの部分にちょっと注目してください。ここ。ここにね、肘をこう当てているわけでしょ、皆さん。で、こういうふうにまあ、弾いていると思うんですけど、ここをですね、どうやら、ガズさん。ほとんどこう触れてるだけなんですよ。ちょっと見ててね。わかる？トントンでこのぐらいこう触ったり離れたりしてるぐらいなんですよ。で、これがですね、ガズレレ大学並びに私がリアルで会った皆さんの16ビートチャを見てるときに、ここにですね、この肘をね、ぎゅーっと押し付けてる方いっぱいいます。ここぐっと押し付けちゃうと、これダメですね。なんでかっていうと、ここで押し付けてる時にもうね、力がここに加わっちゃってて、なんていうのか、力が入っちゃってるんですよ、ここすべてに。全体に力が入っちゃってる。だから、ここもね、
ここに力を入れてここを緩めるってことはもう不可能ですからね。で、しかもこのウクレレの音ってこのボディの表面、あっちはこれ今使ってるやつガズモデルですけどね、 G ラボのいいウクレレですよこれ。ね、このウクレレっていうのはこのトップの板に音を振動させてるわけだから、ここをあんまり押し付けちゃうと音も良くないんですよ。ちょっとこれわかるかな、ちょっと聞いててね。今 C をただダウンで弾いてます。今ね、力入れてですよ、肘離しますよ。ほら全然違くない音が。今力を入れてます、離しますよ、ほら全然音も変わるでしょ。ここで皆さん押さえつけてる可能性大ですからね。ここ押さえつけてるってことは力が入ってるし、なおかつウクレレの音も悪くなりますから、ここキーポイントです。はい、自分のところここよく見て、ここに本当にこうちょっと触れてるか触れないか、もうこのぐらいふんわりふんわりこうリズム乗る程度のリズムを取るときにこうちょっと触れるか触れないか、これがキーポイントその2でございます。あ、じゃあね、どんどん次いきます。じゃあ3つ目のキーポイントはですね、ちょっとこの指先をちょっと見てもらいたいんですけど、右手今 C を弾いてちょっと16ビート弾いてみますよ、ドアップで。このね、この動き、わかります?今までの16ビートの解説だと、肘は使わずに、手首をこう回転するイメージってよくお伝えしてたと思うんですよ。こうやってブラ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 ってやってねっていうふうに動画の中でも言ってるんですけど、なおかつ、この動きプラス、これも入るんですよ。こう。だから、ここで回転、ここで回転、ここで回転です。そうすると、指先だけでも、もっと大げさなこと言うと、ここ、全く動かさなくても、もうこれだけでも結構スナップ、この指のスナップでも、これができるぞということが分かってきております。この回転だけじゃなくてこの指のここまで使う、だから疲れずにまろやかに弾くことができる。あ、ちなみにこれ前提条件ですけど、さっきからなんか見てるように力は抜かないとこれ絶対16ビートのチャっていうのは滑らかに弾けませんからね。まあ、体をこうリラックスさせるということですね。体全体でリズムを生み出す。この小手先でリズムは埋めないんですよ。こう体っていうかこうハートビートみたいなもんでこう体全体から生み出す。その時にこの柔らかさをこう伝えていても全部がこうしなるような、もう本当にこういう柔らかいイメージを持ってもらうのがいいと思います。指先まで一個のこの弾く道具としてこう柔らかく使っていくということです。まずこの動きとこの手首の動きとここの動きとこの動き、はい、これが三つ目のポイント。じゃあ、その次、このままだ近いですけど、親指に注目してください。これガズの弾き方の特徴なんですけど、これは別に皆さんにとっていいかどうか人それぞれのスタイルだと思うんですけど、これちょっとおまけね、四つ目。ね、ここをね、よく気づいてる人いるかな?僕って、ガズさんってここを叩きながら結構8ビートも16ビートも弾くんですよ。ちょっと親指に注目ね。8ビート弾いてみます。わかる?こうやってやってんですよ、基本。はい。この音も音に加わってるわけですね。16ビートやってみると。してる可能性があるというか、可能性があるというか、これリズムキープしてるんですよ。この親指をトン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 、これがガズのちょっとスタイルではあるんですけど、これももしかしたら人によってはすごく有用かもしれないんで、この4つ目のポイントは親指もちょっと試してみてねということを、言ってみようと思います。これはね、今日はね、興味深いですよ。はい、どんどん行きましょう。次は5つ目のキーポイントはですね、これちょっとここから難しくなりますけど、裏でリズムに乗る、これが16ビートのチャで結構欠かせない要素でございまして、これね、日本人のリズムの取り方の代表としてはてんてけてんてでんてんてってけてんてんてんみたいな頭っていうんですよ、これ。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タンみたいなやつ。
で、だけどこれ裏で撮るっていうのは、でんでけでんでてんてんてんでけでんてん。これ例えば、それこそソウルミュージックとかブルースとかも、まあ大体裏でリズムを撮る。これがかっこいいんですけど、じゃあこれちょっと今、メトロノームを用意しました。これガズレレ大学でもいつも登場するリズム練習で使ってるメトロノームなんですけど、ガズレレ大学、毎週2回のライブ配信、これめちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃ勉強になります。ただいま北酒場の課題曲をみんなでモリモリやっております。これね、ぜひチェックしてください。ちょっとリンクね、ガズクラブのご案内貼っときますけれども、概要欄にも貼っときます。じゃあ、電源入れて、じゃあ100で、ちょっとメトロノーム鳴らしてみます。はい。これに合わせて16ビートのチャを弾いてみましょう。いいですか？ゆったりですね。で、これにまず合わせられるのもきっと難しいと思うんですけど、あ、そうだ、これ先に言うとこう、メトロノーム練習って、メトロノームに合わせようと思っちゃダメですよ。メトロノームと一緒に、こう、交わるというか、乗る？メトロノームと一緒にリズムに乗る、こういうイメージがいいです。合わせると思うとダメなんです。一緒に楽しもうみたいな、はい、一緒になる、一つになる、これがキーポイントです。で、今のやつちょっともう一回聞いてください。 C でここで裏っていうのは何かというと、うん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 あん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 、これうんうん、これわかる？今僕がうんって言ったタイミングが裏です。うんうん裏でしょ、これ。これがカッとなった後に、うんって裏でこう、か、うん、か、うん、あっくん。これを意識しながら16ビートチャをやるときに、体の動き見ておいてください。体の弾くときが、それが裏なんです。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、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 うん。これね、ちょっとメトロノームに合わせるの難しいと思うんですけど、ただでさえ合わせるの難しい上に、この裏の、うん、うん、うん、これを感じながら16ビートのチャをやると、だいぶこれリズムの勉強になります。これちなみに言っときますけど、最初からはすぐには必ずできることはないんで、練習あるのみなんですよ。だからこれ家で、皆さんスマホのね、無料で入れられるアプリが、メトロノームのアプリってたくさんありますんで、ちょっとね、やってみてください。メトロノームにまず最初合わせるのだけでもめちゃくちゃ難しいんで、これはガズレレ大学に入ってくださればね、毎回毎回このメトロノームトレーニングをやってるんでね、メトロノームに合わせるんじゃないですよ。一緒に乗るわけですからね。これでこう、裏でちょっと乗っていく練習。これがね、結構有用だと思います。時間はかかるけども、こう、脳トレでやってみてください。はい、その次なんですけど、ちょっとマニアックな話で、16ビートのチャって今こうやってやってるんですけど、聞こえてる、すごく聞こえてる音と聞こえてない音が結構こう混ざってるんですよね。ちょっとゆっくりやってみると、はい、これゴーストノートとか言いますけど、この大きい音はわかるじゃん。ダンツク、このダンツク、このダンは大きく歌くて、つくはちっちゃく弾きたい。この音量差が大きい方が、このよりこうグルーブというかノリが出るんですね。ゆっくりやると分かりやすい。これが速くなるとよりこの効果が出てきます。はい、音出てない時はもうほんとサワサワサワって本当に触れてるだけなんですよね。ここサワサワサワって見て、このぐらいのイメージですよ。音がちっちゃい時は触れてるぐらい。はい、この強弱、これはやっぱりアクセントということで、まあいつも言ってますけど、そのジャーンと弾く時は、力を入れるんじゃないですか。スナップでパーンとこう弾く感じ、スワーンとこういく感じで、弱く弾く時はほんとサワ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 、体でね、今もうガズさんのいつも YouTube 動画、レッスン動画見てもらったら分かるけど、もう本当に、こう体からリズムってやっぱ出てくるわけだ。はい、
このね、やっぱり体のノリは一番大事だと思います。はい、それじゃあね、最後7つ目の、ポイントとなることなんですけど、このね、やり方はですね、ちょっと以前もね、ガズレレ大学ってたまに皆さんに見てもらうように不定期で、そのライブ配信の模様をシェアしてるんですね。ちょっとここら辺に以前ガズレレ大学の様子をシェアしたものを貼っとくんで、これも見てもらうとガズレレ大学って普段何やってるかってことを分かってもらえると思うんですけど、そこでも一回ご紹介したことあるんですけど、あのね、ウクレレをですね、ひっくり返す。ひっくり返して、ここのところでですね、右手の練習をするとすごくいいよということです。ちょっとこれびっくりします。見ていてください。ワン、ツー、スリー、フォー。この動きを見るとすごくなんか勉強になるんじゃない？これ指が開くときになんかこう斜め前にスパッと手が行くイメージとか。親指をこう叩いてるイメージとか。これが全部ね、弦があると弦を見ちゃうんだけど、こういうところでやるとすごくわかりやすくないですか？じゃあ8ビートでやると。はい。じゃあ16ビートやると。これつまり打楽器なんですよね。だからこの打楽器を叩きながらコードを変えているから、こうビートが生み出せる。なのでここのリズムだけ聴いていても気持ち良いのが、まあいいわけですよね。はい。これはなかなか高難度だというふうに思います。はい。ゆっくりやると。まあこれちょっと8ビートから練習がいいかもしれない。トンチャトンとチャッカ、メトロノームに合わせても、こういう風にですね、あえてコードとか弦を弾かない練習っていうのが、もしかしてめちゃくちゃヒントになる近道かもしれません。で、ちょっとこのね、今この練習するときに皆さんに最初に言っときたいのは、これまず最初ね、こんな風に音出ないですから、みんなあれ全然音出ないってなると思う。だからまずこのこんな風にアップの時とかなかなかいい音出ないんで、そのいい音が出るっていう練習もした方がいいかもしれない。タッ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 、このまず音を出すっていうことがもしかしてすごくヒントになるかもしれません。こうやって弾いてたらできないもんね。つまりこうでも無理じゃん。こうではならないんですよ。だからこうやってここを叩くっていうことがもしかしてものすごいヒントになるかなというふうに思います。はい。これがですね、2020年の12月から、2021年1年かけて、ガズレレ大学でこの16ビートのチャを研究した、まあ、今のところの、もう集大成の最新情報なんです。今のちょっと参考にしていただいて、ちょっと皆さんのやり方でゆっくりちょっと取り組んでみてください。全部いっぺんにやろうと思うと大変ですからね。まずは面白そうだな、できそうだなと思うものをちょっとやってみてもらって、こういう練習っていうのはもう普段のね、ウクレレ持ってない時でも、例えば散歩中とかどっか通勤のね、電車とか車の中でも、こういう例えばこういう膝を使って、こうやってできるわけですよ。まあやっぱ体に乗って歩きながら、ウォーキングしながら16フィートに乗ってみるとか、ドンとかタカ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 タスカドンとかタカタカ裏でね、ドンタカ。とかで歩きながらとか、まあそう日常生活の中でこうビートにこうまみれていく、こういうね練習方法だとこれ毎日も楽しくなるし、ぜひお勧めいたします。まあゆっくり焦らずに、ちょっと今日の7つのポイント、ちょっとやってみてください。今こう一応書いとくよ、7つのポイントをね。はい、これまあまあ全部いっぺんにやろうと思うと大変だけど、一個ずつ面白がってちょっとね実験しながら、リズムと面白がってお友達になっていきましょう。リズムと友達になるんだよ。なんかもうなんていうか合わせるとかもうなんかしんどいんじゃなくて、もう楽しく一緒にゴルニャーみたいになれるように、さっきも言ったけどメトロノーム練習も一緒でね、この子と一緒に遊びに行こうみたいな感じのイメージで練習するのがいいと思います。はい、16ビートル、じゃあちょっとね簡単ではないリズムですけど、あの気持ちよさできるようになるとめちゃくちゃ気持ちがいいんで、演奏できる曲の幅もすごく増えると思いますんでね、ぜひこれまた2022年改めて、練習していってみてください。やっぱ体を柔らかくして体で乗る、はい、手だけじゃないですよ、リズムは。そんなことを試してみてください。それでは、本日の動画これにて終了になります。16ビートのチャ、2022年の最新情報をお届けしました。楽しく音楽やっていきましょう。引き続きガズレレ YouTube チャンネル並びに、そうだ、ガズピアノも楽しいことになってます。ガズピアノ、ガズがピアノの先生もやってます。ここにリンク貼っときますけど、こっちも必見です。はい、さよなら、バイバイ。